ロイターです。8月24日金曜日、アメリカの株式市場の動きをこちらニューヨークからお伝えします。週明けを前に今日は反発して引けています。ダウ平均の終値はこちら100ドル高の 13,157 ドル、ナスダックの終値は16ポイント高の3069ポイント、そして S&P500 はこちら9ポイント高の1411ポイントでした。 ECB 欧州中央銀行が債券買い入れ計画で利回り幅の目標設定を検討しているとのニュースを受けて、今日は買いが膨らみました。関係者がロイターに対し明らかにしたところによりますと、 ECB は戦略を明らかにしないことで投機筋が利益を上げるのを防ぐため、こうした利回り幅の目標設定について検討しています。 ECB は9月6日の理事会で債券買い入れに関する計画を明らかにするとみられていますが、一部ではドイツ憲法裁判所が欧州安定メカニズムの合憲性判断を下す9月12日まで決定を先送りするとの見方も出ています。 FRB アメリカ連邦準備理事会のバーナンキ議長は、FRB には景気支援に向けて追加金融刺激を実施する余地があるとの立場を示し、これも今日のマーケットでプラスの材料となりました。ロイターは24日、バーナンキ議長が議会下院の監視政府改革委員会のダレル・アイサイ委員長に宛てた書簡を入手しました。その中でバーナンキ議長は金融情勢を緩和し景気回復を強化するために、FRB には追加措置を実施する余地があるとの立場を示しました。バーナンキ議長が来週ワイオミング州のジャクソンホールで行う講演は、 FRB が追加量的緩和を行うか見極める上で大きな注目を集めています。商務省が今日発表しました7月の耐久財新規受注統計は、民間設備投資の先行指標とされる航空機を除く非国防資本財の受注が 3.4% の減少と2ヶ月連続で減少し、製造業部門が弱含む可能性が示唆されました。一方、全体の耐久財新規受注は前月比 4.2% 増加と去年12月以来の伸びとなり、市場予想の 2.4% 増加を上回りました。さて、設計ソフトウェアのオートデスクが昨日発表した第二四半期決算は減益となり、売上高は市場予想を下回りました。最大市場であるヨーロッパの販売不振が響きました。市場予想を下回るのはほぼ2年ぶりのことで、景気先行きの不透明感がくすぶり続ける中、人員削減に踏み切ることも発表しました。今日は大きく下げまして、オートデスク 15.6% 安で引けています。ニューヨーク・マンハッタンにあるエンパイアステートビル付近で今日発砲事件が発生し、容疑者を含む2人が死亡、8人が負傷しました。ニューヨークの観光名所で起きた事件に現場は騒然となり、アメリカの株式市場でも注目を集めました。ダウ平均の構成銘柄は今日は全般的に堅調に引けています。特に挙げたのはベライゾン、アメリカンエキスプレス、クラフトフーズなどで、一方今日下げたのはインテル、ヒューレットパッカード、キャタピラーなどとなっています。以上、ロイターのガシャ京子がニューヨークナスダックスタジオからお伝えしました。